大津町は、熊本県の中北部、菊池郡に属する町である。国道57号大津バイパス、熊本市中心部から東北東に、約19キロメートル、熊本市と阿蘇山の中間に位置し、熊本平野や熊本都市圏の東端にあたる。町域東部は、阿蘇街林山にあたる。南部を白川が西流する。町内を、九州横断ルートである。 公費本線や国道57号が東西に貫いており、観光シーズンには阿蘇方面への渋滞が発生するなど、郊外に位置しながら、交通量は比較的多い。中心市街地は、町域の西部にあり、特に国道57号大津バイパスの沿線には、商業施設が集積している。対照的に、市街地から外れた地域では、田畑や森林が広がる風景が見られる。 年間降水量は2000ミリメートルを上回ることも、あれば1000ミリメートルを下回ることもあるなどばらつきが大きい。年平均気温は摂氏15度から摂氏17度の間を推移している。町内の郵便番号は869から 12XX であり、周配は大津郵便局が行っている。郵便番号は日本郵便のウェブサイトを参照。 大津の名前の由来はよくわからないが、肥後国史によると戦国期に有力国人である、孔子氏の一族が、東ず岩木を築き大津重郎義金と名乗っていることから、すでにこの頃には、大津の地名があったようである。孔子川芥田には、このところは、家事国大水と呼ばれていたとある。町内総生産は、1250億円である。第一次産業は、ほとんどが農業である。 従事者は1割を超えるが、高地面積や農家個数とともに減少傾向にある。第二次産業は、ホンダ技研工業が、日本国内のオートバイ生産拠点を、静岡県浜松市とともに町内に置いたことにより、大いに発展した。製造業全体の生産額は2011年度高工業分野の集計によれば、約450億円ほどで、町内総生産の3割を占め、 町内の産業の中枢を担っている。2008年から、ホンダは、浜松製作所で生産している中型、大型二輪部門を、熊本製作所に順次移管、集約する予定である。さらに2009年春には、米国での二輪車生産を終了し、熊本製作所に集約している。第三次産業は、国道57号バイパス沿いに、商業地の集積が進展している。 2017年7月21日、災害時総合園協定締結人口は約3万人である。1960年代には一時的に人口が減少したが、1980年代からは熊本市のベッドタウンとして、また、本田技研工業熊本製作所の企業城下町として人口が増加している。 学校学校教育以外の施設一般路線バス2006年3月1日に JR 九州バス山賀線の路線バスが廃止され、路線は三考バス、熊本電鉄バスにそれぞれ譲渡された。高速バス、都市間バスなどいずれも大津駅経由道の駅、大津高速道路は町内を通っていないが、九州自動車道の区、麻生北向谷原子林は、個人は個人、 ありがとうございます。